ここでちょっと犬と猫それぞれの飼い主の方に普段の食事風景を見せてもらいましょう。市販のドライフードに人が食べている食品を追加して与えているようです。本当にこのような与え方が適切でしょうか？量やカロリー、必要な栄養などは問題ないでしょうか？また、例えば練り物に使われている原材料に注意が必要な食材は使われていないのでしょうか？続いて、犬の食事風景を見ていきましょう。ちょっとストップ。子供さんが与えようとしているのはペット用のガムではなく、人が食べるキシリトール入りのガムです。人が食べる食品には絶対に与えてはいけない食べ物もあります。目を離しているときにペットが勝手に食べないよう保管場所には注意してください。またこのように子供さんが与えないよう注意しましょう。ここでクイズをしながら確認をしていきましょう。ご覧の食品の中に犬や猫に絶対に与えてはいけない食品が含まれています。それはどれでしょうか？わかりますか？さて、それでは一旦犬や猫に与えてはいけない食べ物を確認していきましょう。まずは注意が必要な食べ物から。レバー。ビタミン A とビタミン D の摂りすぎで食欲がなくなったり関節炎になったりする恐れがあります。煮干し。人用の煮干しを食べすぎると塩分を摂りすぎて心臓や腎臓に負担をかけてしまいます。コーヒーや緑茶、紅茶などカフェインが体調不良を引き起こす可能性があります。生の豆類。生の豆類にはタンパク質の分解を邪魔する成分が入っているので必ず加熱処理しましょう。次に与えてはいけない食べ物です。玉ねぎなどのネギ類。たくさん食べると下痢をしたり熱が出たり、またおしっこに血が混じったりすることもあります。キシリトール入りのガムなど、たとえ少量でも犬が食べてしまうと戻したり体調が悪くなる恐れがあります。生の魚介類。生の魚、イカ、貝、カニ、エビなどを食べるとビタミン B1 が欠乏する可能性があります。チョコレート。体調が悪くなるだけでなく痙攣などを引き起こす可能性があります。部屋などに放置しないようにしましょう。卵白。加熱調理したものは問題ありませんが、生卵の白身には皮膚炎や成長不良を引き起こす成分が入っています。鶏の骨。食べている途中で喉などに刺さる危険があります。硬くて大きな魚の骨などにも気をつけてください。それではクイズの答えです。もうわかりますね。正解はすべて与えてはいけない食べ物です。家庭によくある食べ物の中にも危ない食品があるのです。知識として覚えておくことはもちろん、保存場所にも気をつけるなど与えないように注意することが重要です。特に手作りフードの場合は犬や猫に必要な栄養を考え、特定の食材に偏らないバランスの取れた食事を心がけましょう。